レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。いやー、こんなの聞いてない。早く終わって。ビル先輩、もう移動は終わっている。誰か、キャー。え、もう終わっている。途中からビル先輩の腕に締め上げられて、全く身動きが取れなかった。親父殿との組手中にかけられた関節技を思い出す。俺一人だけなら着地体勢が取れなかっただろう。オルタの誘導に感謝する。移動中ずっと叫び続けるとは、なんという肺活量と声量だ。耳がどうにかなるかと思ったぞ。声量に関してはセベクさんも人のこと言えないと思うけど。ミキサーにかけられる冷凍ブルーベリーってきっとこんな気持ちね。そのスマートにエスコートできずすまない。勘違いしないで。シルバーを責めてるわけじゃないわ。少し驚いて取り乱してしまっただけよ。何よグリム、ニヤニヤしないで。ちょっと監督生、あんた夢から夢への移動がこんな荒っぽいって知ってたの？知ってたなら先に言いなさい。俺様たちだって最初は知らなくてひでえ目にあったんだ。ビルだけ心構えできるなんて不公平だろ。まったく、うちの学園の生徒ってみんなそう。ああもう、ヘアセットもメイクも両服もめちゃくちゃ。ひまさかあのビル氏の濁点まみれの汚い悲鳴が聞けるとは思いませんでしたぞ。自分のとこの寮生に情けない姿を見せずに済んでラッキーでしたな。黙りなさい、イデア。その液晶を叩き割られたいの？ふひどうぞ。液晶が割られても拙者にダメージは通りませんし、しかもここはイマジネーションの世界、残機はいくらでも補填できますゆえ。はいはーい、二人とも早速喧嘩しないの？アルタの言う通りなんだぞ。ほんと緊張感のねえやつら。グリムに言われるなんて屈辱の極み。とはいえ、もっともな指摘だわ。早く夢の主を探し出して覚醒に導きましょう。ああ、ここはどうやら学園ではないようだな。学園の外なら洋服だと目立つわね。まずは制服に着替えましょう。ドリームフォームチェンジ。よし、早速夢の主を探し始めよう。あそこに見える建物はなんだ？玉ねぎみてえな屋根がスカラビアに似てるんだぞ。あれはネッサの国の伝統的な建築様式だね。どこもかしこもピカピカで真新しい。肌を突き刺すような強い日差し、何よりすっごく熱い。だけで汗が吹き出してくるぞ。まずい、これ以上タブレット内部の温度が上昇するとシャットダウンしてしまう。拙者のデバイス機器に対するイマジネーション強度が高すぎるせいで。うなー、俺様地面が熱くて肉球がヒリヒリしてきた。もう我慢できねえんだぞ。あそこの噴水で水浴びだ。せや、グリム、貴様公共の場で何を。熱々だった肉球がじゅわーっと冷えていくんだぞ。ああ、もう噴水はプールじゃないのよ。さっさと上がっていらっしゃい。グリムが飛び込んだ噴水の中央に立っている金色の像、このご老人はどこかで見たことがある気がする。そのじいさんは伝説のオアシスの名君。すげえ正直者で、心配事があれば包み隠さず何でも進化に相談し、一緒に解決策を探した。しかも時代の変化に合わせて積極的に法律の改正もしたらしいぜ。かっけえよな。このカスルサルタナートアカデミーは
オアシスの名君の寛大な精神を大事にしてる学校なんだ。おめえはカリン。俺、お前らとどっかで会ったことあったっけ？悪い。俺、人の顔を覚えるの苦手でさ。あの鳥。この夢の主は、カリムのようだ。今、カスル・サルタナート・アカデミーと言ってたわよね。あんたはそこの生徒なの？よっ！改めて、俺はカリム・アル・アジーム。カスル・サルタナート・アカデミーの2年生だ。どういうことだ？貴様はナイトレイブンカレッジでスカラビア寮の寮長を務めていたはずだろ。ナイト…なんかどっかで聞いたことあるような。お前たちはそこから来たのか？ああ。どうやら今の彼はナイトレイブンカレッジに通っていない設定らしいね。そのようだ。俺がクラスメートだという記憶もなさそうだが、だが見たところ明るく友好的な性格は俺の知っているカリムそのままだ。ところでナイトレイ、お前たちの学園ってどこにあるんだ？黎明の国にある賢者の島っていうところだよ。黎明の国っていうと海をまたいだ北の方か。はるばるネッサの国までよく来たな。歓迎するぜ。なるほど、お前たちは北の方から来たからそんな格好をしてるんだな。日差しよけの帽子もかぶってないし、こんな通気性が悪そうな生地の服で…って、よく見りゃお前ら、みんな汗だくじゃねえか！黒い生地がきつい日差しを吸い込んで蒸し風呂状態だ。僕も、急激にギア内部の温度が上昇して、冷却が追いつかない。おいおい、大丈夫か？よし、俺が冷たくてうまい水を出してやるよ。本当か？飲みたい飲みたい。任せとけ。それじゃあ行くぜ、ネッサの憩い。終わらぬ宴、歌え踊れオアシスメーカー。うん、よく冷えていてうまい。体中に染み渡るようだ。ありがたいけど、パシャパシャと顔に水をかけないで、メイクが崩れるじゃない。このコップにいただける？おお、コップを呼び出せるのか。ってことはお前も魔法師なんだな。もしかしてナイトレイブンカレッジも魔法師の学校なのか？ええ。もってことはカスル・サルタナートアカデミーも魔法師養成学校なのね。ネッサの国にも魔法師養成学校があるなんて知らなかったわ。ああ、2年前に俺の父ちゃんが作ってくれたんだ。まだピカピカだぜ。作ってくれた？俺が14歳になったくらいかな。魔法が発現したんだけど、近所に魔法師養成学校がなくってさ、ないなら作っちまえってことで建設を急がせたらしいぜ。ないなら作ろう精神は理解できるけど、スケールがでかすぎますな。なあなあ、ここで会ったのも何かの縁だ。お前たちの学校の話をもっと詳しく聞かせてくれよ。あ、これは早速夢の脆弱性を探れるチャンス。そうね。でもここじゃ日差しが強すぎる。日焼けが気になるし、屋内に移動しない？移動なんかしなくても屋根をここに持ってこさせりゃいい。今日は風も気持ちいいしな。よーい、みんな宴の準備だ。はい、カリム様。なんだ、急にパラソルと食料のお盆を持った人間が大量に現れたぞ。敷物を敷いて食事を並べて、すごいな、みるみる準備が整っていく。彼らは何者だ？あいつらは実家から連れてきた俺の従者たちだ。地面に座ってお茶をいただくなんて、まるでピクニックね。ネッサの国の伝統的なラグも、カラフルなクッションカバーも素敵だわ。よっ、気に入ったか？
ならどれでも好きなのを土産に持って帰っていいぜ。どれでもって、このラグもクッションカバーも全部シルクよね。ネッサの国産のシルク製品ってかなり高価なものなんじゃ。遠慮すんなよ、うちには売るほどあるからさ。っていうか、それがうちの商売なんだけどな。カリム様、宴の準備が整いました。よし、それじゃあ始めようぜ。みんな座ってくれ。飲み物も食べ物もおかわりはいくらでもある。遠慮なく食っていってくれよな。今日の出会いに乾杯。乾杯。でっけえうちわで仰いでくれて、風がそよそよ気持ちいいんだぞ。だろ、ネッサの国は日差しは強いけど湿気が少なくてカラッとしてるから、日陰に入っちまえば結構涼しいんだ。ほら、この青カビチーズを乗せたクラッカーがうまいぞ。じゃんじゃん食え。ふぬ、カビのクラッカー、それだけはいらねえんだぞ。それにしてもあんたの面倒を見るためだけに随分たくさんのスタッフがいるのね。うちの学校にもあんたのような大富豪がいるけど、彼が連れている従者は一人だけよ。へえ、きっとそいつの従者はめちゃくちゃできるやつなんだろうな。うちの学校は俺みたいに従者を何人も連れてきてるやつが結構いるぜ。なんと羨ましい。ナイトレイブンカレッジは闇の鏡に選ばれた者だけが学園内に滞在を許される。僕が若様のおそばでお仕えするためには入学資格を得るしか道はなかった。へえ、セレクは誰かに仕えてるのか。うん、僕がお仕えしているのは茨の谷の次期当主にしてディアソムニア領長であらせられるマレウス・ドラコニア様だ。茨の谷か。父ちゃんから話を聞いたことがあるぞ。確か妖精の国で製紙業が有名だっけ。特別な虫の繭や植物から作られる反物や刺繍が見事だって聞いたぜ。あそこの国の品は父ちゃんでもめったにお目にかかれない希少品なんだとか。ああ、茨の谷の伝統衣装には見事な刺繍が施されている。よく知っているな。全部父ちゃんからの受け売りだけど。茨の谷の刺繍工芸の素晴らしさは長きにわたり職人の技術が継承され研鑽し続けてきたからこそのものだ。人間の国には娘の命のために製紙業を滅ぼしかけた愚王もいるらしいがな。呪いにかかり眠りについた姫の伝承に登場する父王の話か。眠りについた姫の伝承って。とある国の話だ。姫が生まれたことを祝う宴席に招かれざる客が現れた。その者は全ての悪の支配者とも呼ばれる悪い魔女。魔女は姫に呪いをかけた。それは16歳の誕生日、姫は糸車の針に指を突き刺し長い眠りにつくだろうという呪いで、呪いを恐れた王が姫を守るために国中の糸車を焼いてしまったという。え、それでその姫さんはどうなったんだ。話せば長くなるので省略するが、紆余曲折の末に呪いは解け、姫は末長く平和に暮らしたらしい。魔法師の授業で少しだけ出てきたトピックね。私は娘のために一大産業を滅ぼすなんてとんでもない親バカな王だと思ったけれど。そうか、子供のためなら何でもしてやりたいのが親ってもんだろ。オアシスのメイ君も娘のために法律を変えたって逸話が残ってるぜ。昔は姫は王子としか結婚しちゃいけないってとんでもねえ法律があった。でもメイ君の娘は貧しい青年に恋をしたんだ。オアシスのメイ君は最初こそ反対してたけど、なんやかんやあって結局青年を認めて姫が好きなやつと結婚できるように法律を変えたんだってさ。すげえいい話だよな。カリムのやつ普段と全然変わらなくねえか。そうね、現実と大きく違っているのは
ナイトレーブンカレッジに入学していないという点。一般人なら早々にエグメの齟齬が発生して脆弱性が露呈しそうな夢だけど、カリム氏は世界有数の大富豪、アジーム家の財力をもってすれば現実でも簡単に学校を設立できるでしょうからな。カリムさん、漫画やアニメの富豪キャラそのものだもんね。カリム氏の場合は本人のイマジネーション強度が高いというより、現実でも非現実的な大富豪であるプラス、細かいことを一切気にしない大雑把な性格が夢の補強を手助けしてる。でも少し意外だわ。意外って何が？カリムがナイトレーブンカレッジを忘れていることよ。私が知る生徒の中でもあの子は学園生活を心から楽しんでいる様子だったから。まだパターン化できるほどの検証材料がないから、あくまで憶測での発言になってしまうけど、この夢のカリムさんがナイトレーブンカレッジに通っていないこと、イコール彼が学園生活に不満を抱いていたではないはずだよ。どういうこと？ビルさんも夢の中ではナイトレーブンカレッジに通ってなかったよね。それはあなたが日頃から芸能活動をセーブして学業に専念したことを後悔して過ごしていたから？まさか、そんなわけないでしょ。あ、でしょ？人間の思考回路、心って意外と複雑なんだ。あんたに気づかされるなんて、私もまだまだね。このパターンはルーク氏のようにナイトレイブンカレッジに入学するルートで起きる悲劇を回避したルートなのかもしれませんな。カリムがナイトレイブンカレッジに入学するルートで起きる悲劇。お前たち、何を騒いでいる？どういうことだ、カリム。客を呼ぶなんて、俺は聞いていないが。この声は？客を呼ぶときは、必ず先に報告しろと言ったはずだ。そうすれば、もっとすごい食事と音楽隊を用意できたのに。ジャニーズ！水臭いじゃないか、カリム。こんな楽しそうな席を設けてるなら俺も誘ってくれよ。俺たち親友だろ。このジャミル、爽やかすぎて背中の毛がゾワゾワするんだぞ。悪い悪い、さっきこいつらと噴水の前で会ってさ、みんなナイトなんとかって遠い国の魔法使養成学校から来たらしいんだ。へえ、そうなのか。俺はジャミル・バイパー、カリムと同じカスル・サルタナートアカデミーの2年生だ。親友のカリムともども俺とも仲良くしてほしい。よろしくな。俺はシルバーだ、よろしく頼む。ナイト・レイブン・カレッジ、ディア・ソムニア寮所属、セベク・ジグボルトだ。ビル・シェンハイトよ。あんたたち役者でもないのによくすんなり順応できるわね。僕たちは武田家氏右大将時代のリリア様にも、筋骨隆々で身長2メートルのエペルにも直面してきた。爽やかでハツラツとした笑顔のジャミル先輩くらい驚くほどのことではない。さすがは何人もの夢を渡ってきたメンバー、経験値が違う。なんだかよくわからないが愉快な人たちだな。うん？おいおいカリム、お前のお気に入りのアイスが並んでないじゃないか。あれを客人に振る舞わなくていいのか？食事の方がいいかと思ってさ。だいぶ腹も膨れてきたし、そろそろ出すか。俺はあれにチョコスプレーとココナッツのスライスを山盛りかけて食べるのが好きなんだ。わかるぜ、あれめちゃくちゃうまいよな。シルキーメロンに乗せて食うのも最高だ。間違いない。それじゃあひとっ走り厨房まで行って持ってこいよ、カリム。さすがにそれは言わないだろう。おお、どうしたんだお前たち、急にでかい声出して。カリム、
よく思い出してほしい。お前の幼い頃からの友人であるジャミルは本当にこんな男だったか。え、お前たちジャミルのことも知ってるのか。ジャミル氏って別に陰キャじゃないけど、こんな陽キャでもないよね。そうだそうだ。それに親友だって言うけど、ウィンターホリデーにカリムが友達になろうって誘った時に、絶対にお断りだってきっぱり言ってたんだぞ。絶対にお断り？ジャミルが？なんだ今のは。頭が痛え。カリム、おい、しっかりしろ。貴様ら、さてはカリムを狙う資格だな。行け行け。このドブネズミどもを捕まえろ。俺はジャミルの親友。地面がグラグラする。カリム、しっかりしろ。衛兵も来てくれた。もう大丈夫だ。倒しても倒しても闇が湧いてくるぞ。カリム先輩に近づけない。なあジャミルは俺の親友だよな。俺を裏切ったりしねえよな。当たり前じゃないか。何をバカな。そんな恐ろしいこと考えたこともないよ。嘘言ってんじゃねえ。おめえ思いっきりカリムを裏切ったし、俺様たちごと時空の果てまでぶっ飛ばしたんだぞ。時空の果て。うわっ、寒い。なんだこれは。ああかわいそうなカリム。好意で彼らをもてなそうとしたのに、裏切られて気が動転しているんだろう。こっちを見ろ、カリム。俺がいれば何も心配いらない。そうだろ？カリム、俺を信じろ。俺は、ジャミルを信じる。あの魔法はジャミルのユニーク魔法。操る俺をジャミルが。俺がそんなことするわけないだろ。見ろこの誠実な瞳を。嘘をついているように見えるか。カリム、ジャミルの目を見てはダメ。カリム、俺とお前は赤ん坊の頃から兄弟のように育ったよな。ああそうだ、ずっと一緒だった。俺の両親の雇い主はお前の父だが、俺たちはお互いの立場に遠慮することなく何でも本音で語り合ってきた。俺とお前は唯一無二の親友。そうだろ。お前の言う通りだ。俺たちは本音で語り合える親友。本音で語り合えるですって。私の知ってるジャミルとそいつは随分違うようね。澄ました顔の下では虎視眈々と前を行く者の首に食らいつこうと狙っている。ギラついたハングリー精神を感じ取ったからこそ、私はジャミルを NRC トライブのメインボーカルに選んだ。NRC トライブ、その名前どこかで。しっかりするんだ。彼の言葉に耳を貸すな、カリム。ジャミルはあんたの全てを肯定してくれる甘い存在なの？違うわよね。小言が多くて内心は他人を見下していて、腹に一物も荷物もある信用ならない男。私だったらあいつを腹心には選ばないわ。でもあんたはこっぴどく自分を裏切ったその男と
本当の友人になりたいと願い、本当になれると信じていた。見切りをつけて別の友人を探した方が楽だし建設的だけど、あんたはそうしなかった。その非合理さが、諦めの悪さが、無神経のポジティブさが、カリムをカリムたらしめる真であり、あんたの恐ろしさのはずよ。偽物をつかまされて満足しているなんて、大商人の跡取りが聞いて呆れるわ。ふぬけていないで、さっさと目を覚ましなさい、カリム・アル・アジーム。カリム、こっちを見ろ。お前が信じているのは俺だけのはずだろ。違う、俺が信じているのは、カリム、大丈夫か？すぐに医者に見せよう。そうだったな。ジャミルは昔からいつだって俺を一番に心配してくれた。何を当たり前のことを。親友なんだから当然だろ。でもそれは俺がジャミルの主だからで、親友だからじゃない。カリム、なぜそんな悲しいことを言うんだ。お前は俺を信じてくれないのか。俺が信じてるのはお前じゃない。俺が友達になりたいのもお前じゃない。よく言ったわ、カリム。俺たちも加勢しよう。あ、ドリームフォームチェンジ。大丈夫か？俺、どうしてジャミルが偽物だって気づけなかったんだろう。腹割って話せる本当の友達になりたいって本気で思ってるのに、俺は結局俺に都合がいいジャミルを選んでた。ジャミルに合わせる顔がない。そんなに落ち込まないで、カリム・アル・アジーノさん。そうよ、これはマレウスがあんたの願いを拡大解釈して作り出した夢。合わせる顔がないって言うなら私だって同じ。歪んだ夢の中ではネージを駒使いにしてコキ使ってたし。え、それは本当に合わせる顔がねえな。あんた、そういうところよ。あ、今の否定しなきゃいけないところだったか。ごめん。まあ、それでこそナイトレイブンカレッジのお祭り男、カリモアルアジーム、その人って感じですわ。ああ、そうだな。俺の知るカリムは落ち込んでもすぐ切り替えて立ち直る強い男だ。いつまでも泣いているんじゃない。それこそジャミル先輩に合わせる顔がなくなるぞ。お前たちの言う通りだ。ありがとな、みんな。ところで俺、なんでこんな格好でこんなことになってんのかさっぱりわからねえんだけど、何が起こってるのか教えてくれねえか。了解。じゃあこの動画を見てくれる？なるほど、みんなも俺と同じようにマレウスに夢を見せられてるってことか。なんかわかんねえけど、すっげえやばいことになってんな。ああ、なんとしてもマレウス様の魔法領域内に捕らえられた人々を解放したい。それに
このまま被害が拡大し続ければ、マレフ様は人類の敵とみなされてしまう。だからカリム、どうか俺たちに力を貸してほしい。当たり前だろシルバー、どんと任せとけ。で、俺は何をすればいいんだ。で、俺は何をすればいいんだ。あんた、今はありがたいけど、依頼内容を確認する前に安請け合いするのはやめた方がいいわよ。やべ、頼まれ事は一旦持ち帰って検討するって答えるようにジャミルに言われてたんだった。でも今はジャミルもいないし、ま、なんとかなるだろう。あっ、ではカリム氏、君にはそのジャミル氏を覚醒させるのを手伝っていただきたく。ジャミルを俺が。うん、多くの記憶を対象と共有している人の方がより覚醒に導きやすいのは間違いない。今回もいいデータが取れたよ。いつもはジャミルが俺を起こしに来てくれるから、俺があいつを起こしに行くなんてなんだか新鮮だな。よし、それじゃあ早速あいつの夢に出発しようぜ。待って、カリム氏って魔法で装備を変えられる。装備？制服と両服なら多分いけるぜ。慌ててると後ろ前になっちまうことがあるけど。じゃあとりあえずどっちかに着替えてもらっていい？この服すげえ仕立てが良くて着心地がいいし、デザインも派手で気に入ってるんだけどな。何よりオアシスのメイ君っぽくてかっこいいと思わないか？貴様、見た目にこだわっている場合か。まあ、次に渡るのはジャミルの夢なわけだし、カリムだったらその格好のままでも大丈夫じゃないかしら。今回は制服姿の私たちの方が浮いていたくらいだしね。いざ着替えた時に服が後ろ前だと悪目立ちするし、一応サポートツールインストールしとくよ。使い方はシルバー氏とかセビク氏に聞いて。着替え用の術式を付与してくれたってことか。おお、助かるぜ。サンキュー、イデア。シチュークス本部からカリムさんのダミーデータが送られてきたよ。早速出力するね。うおー、すげー、オルトが作った俺の影武者、俺にもどっちが本物か見分けがつかないぜ。それはどうなのだ。これだったら絶対にマレウスも気づかねえな。カリモアルアジームさん、移動する前にこれを渡しておくね。なんだこれ、招待状？うん、これはカリモさん専用のマレウスさんとの最終決戦場への招待状。最終決戦か、熱くなってきたぜ。みんなを起こすためにもマレウスのためにも絶対に勝とうな。おお、急にテンションが少年漫画みたいになってきた。ナイトレイブンカレッジ1の陽キャパワー、恐るべし。それじゃあ早速次の夢へ移動しよう。カリム、俺の腕に捕まってくれ。お、次の夢にはシルバーが運んでくれるのか。こんな顔してかなり運転が荒いタイプよ。舌を噛まないようにしっかり口を閉じておきなさい。はあ、もう仕方がないとはいえ、あれをもう一度体験しなきゃならないなんて。みんな準備はいいな。いつか会った人に、いずれ会う人に、ミートインアドリーム。レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。オルト、ちゃんと全員揃ってるか確認お願い。1、2、3。
全員無事に移動できてるよ。みんなどこも不調はない？めちゃくちゃ気持ちよかった。なんだ今の。魔法の絨毯でかっ飛ばした時みたいにスカッとしたぜ。シルバーのユニーク魔法すごいな。待って、ベルさんのレーソの構成バランスに乱れが生じてる。顔が真っ青だ。大丈夫？飛行術は苦手じゃないし、三半規管は弱くないつもりだったけど、気分が。ビル先輩、あちらの木陰に座って少し休憩しよう。ありがとう。私としたことが足を引っ張ってしまうなんて情けないわね。そんなこと気にすんなよ。落ち着くまでゆっくり座って休めな。とはいえ、ビル先輩が回復するまで全員で待機しているというのも時間がもったいない。二手に分かれないか。しかし夢の中で別行動をするのは少々心配が。現状そのサーバーの魔法構築式は安定してる。ゲームマスターを引き寄せるような行動をしなければ別行動をしても問題ないと思うよ。ステークスのエンジニアも常に君たちのレース反応をリモートモニタリングしてるしね。じゃあ僕とシルバーさんはビルさんに付き添うよ。いいだろう。では僕たちは夢の主の探索に当たる。過去の経験上、夢の主は夢を渡った地点からそう遠くない場所にいることがほとんどだ。ジャミルはきっとこの近くにいるはず。ビル先輩の具合が良くなったら俺たちもすぐに追いかける。ことをせいて無茶な行動はするなよ。ふん、心配は無用だ。僕や監督生たちも夢の中での行動にかなり慣れてきているからな。何か異変があればすぐに引き返してくる。兄さん、何かあったらすぐに僕に連絡して。了、見守りモードにしておきますわ。街を探索するなら制服に着替えておいた方が良さそうだ。しかしジャミル先輩の夢の中もとても熱いな。たくさんの出店が並んでいて人間がうじゃうじゃいる。ここ絹の町のラクダバザールだ。どの屋台にも見覚えがあるぜ。絹の町、確かジャミル氏の出身地だっけ。長所に書いてあった記憶がある。そうそう、俺とジャミルの生まれ故郷で、ラクダバザールはここいらで採れた生鮮食品がたくさん集まる市場なんだ。あちこちからスパイスと肉の焼けるいい匂いがするんだぞ。それに果物の甘い香り。あれはシャーワルマって言って、肉と野菜を薄いパンで巻いたやつだ。すげえうまいぜ。隣の店で売っている果物もどれも色鮮やかで見事だな。見たことがない珍しいものも多い。そうだ、あのココナッツジュースをビルに持って行ってやろう。よく冷えててさっぱりしてるから、あれを飲めばきっとビルの気分も良くなるはずだ。ジュース、うまそうなんだぞ。飲食によるメンタル回復効果はバカにできないけど、所詮は疑似体験だしな。現金はアイテムとしてサポートツールにセットしてないし、今はやめといた方が。イデア先輩の言う通りだ。まだジャミル先輩も見つけられていないし、慎重に行動しよう。冷たいジュース、今すぐ飲みてんだぞ。大丈夫大丈夫、俺に任せとけって。おい兄ちゃん、ココナッツジュースを10個くれ。10個も？本当に大丈夫なのか。はい、生ココナッツジュースお待ちどう。お、丸いままのココナッツが山積みに。上をくり抜いて穴が開けてあるんだよ。俺これが好きでさ、新鮮でうまいから一口飲んでみろって。やったー、俺様喉がカラカラだったんだ。いただきます。そこまで言うな。冷え冷えでさっぱりしててうめえ。あまり馴染みのない味だが上品な甘さで悪くない。
気に入ったならよかったぜ。よし、ぬるくなる前にビルたちにも飲ませてやろう。ちょっとちょっとお客さん、お代を。お代？悪い、今手持ちがないんだ。なんだって、もう口をつけたんだ。払ってくれなきゃ困るよ。え、いつもみたいにうちにつけといてくれよ。いつもうち？何を言ってるんだあんた。え、まさか俺のことを忘れちまったのか。ほら顔をよく見てくれ。俺だよ俺、カリム・アルアジームだ。アルアジームだ。もしそれが本当ならなおさらつけなんてさせるかよ。俺の店で食い逃げしようなんざ、いい度胸だなガキ。おい貴様、大きな口を叩いたくせにこれはどういうことだ。闇に見つかりやすくなるから騒ぎは起こしたくないというのに。この盗っ人どもが。そこを動くんじゃないぞ、すぐに警察に突き出してやる。この盗っ人どもが。そこを動くんじゃないぞ、すぐに警察に突き出してやる。落ち着けて、盗むつもりなんてこれっぽっちも。そうだ、俺と一緒にアジーム家まで来てくれ。そうすればすぐに彼らを警察に突き出すのは待ってくれ。店主、彼らは俺の友人だ。お代は俺が払おう。何？もう払ってくれるなら誰でもいいけどよ。連れが迷惑をかけてすまなかった。ふん、今度はイカれたお友達から目を離すんじゃないぞ。大きな騒ぎにならずに済んでよかった。オルトがイデア先輩から連絡を受けてすぐに現金を持たせてくれたんだ。シルバー、悪い、助かったぜ。ヒヤッとした。だからやめとけって言ったのに。おかしいな、俺絹の町じゃ生まれてから一度も金を払えなんて言われたことないぜ。もはや富豪っていうか王様みたいな扱いですね。あのジュース屋の兄ちゃんも昔馴染みだし、一体どうしちまったんだ。カリム、現実と変わらない様子に見えてもここは夢の中だ。現実とは全く違う世界に変わってしまっている場合もある。ああそっか、俺の夢の中も現実とは全然違う世界になってたんだから、ジャミルの夢も同じようにどっか歪んじまってるってことか。でもジャミルの夢なのに町の人が俺を知らないってのはどういうことだ。ビル先輩の体調もかなり回復してきた。一旦合流してジャミルがいそうな場所を当たってみよう。それじゃあまずは俺ん家に行ってみようぜ。ジャミルん家もうちの敷地内にあるからさ。嘘だろ、俺ん家がなくなってる。おもやも離れもジャミルん家も全部ない。みんなどこに行っちまったんだ。いいどころか草一本生えてねえんだぞ。君たち観光客かい。はい、アジーム御殿を見に来たんですけど。ああ、アジーム御殿なら数年前に持ち主が変わって町の外れの高台に移設されたよ。移設？御殿にお住まいだったご家族の行方をご存知？そうね、噂じゃ商売に失敗して御殿を手放すことになったと聞いたが、詳しいことは知らないな。御殿を買い取った人なら何か知ってるかもしれんね。情報提供感謝する。とにかく御殿が移設されたという場所へ行ってみよう。あ、なんとなく嫌な予感がするわね。僕もだよビルさん。マジで俺ん家が高台に移設されてる。あれ、でもよく見ると外壁の色が塗り替えられてるみてえだ。もともとはどんな色だったの？インターネットで拾ってきた画像を投影するね。屋根の色が青緑から赤に変わってるんだぞ。本当だわ。他にも様変わりしている箇所がある。おいお前たち、
そこで何をしている？ここは私有地だぞ。ことと次第によっちゃ警察に…って…なんだ、よく見りゃお前カリムじゃねえか。もうすぐジャミル坊ちゃんの登校時間だってのに、まだ着替えてもいねえのかよ。ジャミル？ジャミルがここにいるのか？何を寝ぼけたこと言ってやがる。いるも何も、ここはジャミル坊ちゃんがお住まいになっているバイパー御殿だぞ。バイパー御殿？それじゃあカリム氏の家を買い取ったなって。ジャミル坊ちゃんのお父上、バイパー家のご当主だ。金に困ってたアジーム家からこの屋敷を買い取ってやったのさ。ご当主はもともとアジーム家の従者だったが、今じゃこの絹の町一番の金持ち。カリム、食うにも困ってたお前ら一家を救ってくださったバイパー家に毎日よーく感謝するんだぞ。つまりこの夢の中のカリム先輩は大富豪の跡取りではなくなっていたということか。だからバザールで盗っ人呼ばわりされたんだな。なんだ、どこかから音楽が聞こえてきたぞ。見て、門が開いて中から象がパレードを引き連れて出てきたよ。ちょっと待って、あの象に乗っているのってジャミル？さあそこの家、邪魔だ。ジャミル様のお通りだ。カリム、なんでお前まで避けてるんだ。さっさとこの傘を持って隊列に加われ。ぼーっとしてんじゃねえ、このトンマメ。よっ、わかったぜ。カリムがパレードについていっちまった。よし、僕たちもあのパレードを追おう。
パレードが止まった。ここが目的地みたいね。かなりの距離を練り歩いたな。町を端から端まで横断したんじゃないか。ここはカリムの夢で見た学校に似ているが、少し雰囲気が違うようだ。本当なんだぞ、カリムの夢ではぽっちゃりしたじいさんの像だったのに。こいつナイトレイブンカレッジのメインストリートにある像と似てねえか。学園にあるものとポーズは違うが、砂漠の魔術師のようだ。なんかゴルフしてるみたいなポーズ。表情もうちの学園にあるやつよりはっちゃけ気味な気が。砂漠の魔術師がペテン師を杖で遠くまでぶっ飛ばしたところかも。小さい頃に読んだ絵本でこんなポーズを見た気がするぜ。カリム、カリムはいないのか。ああ、いるぜ。ここだ。ここだじゃない。主人の世話もせず何油を売って。おい、なんだその服は。また色替え魔法の失敗でもしたのか。うん、別に失敗はしてないぜ。オアシスのメイ君みたいでかっこいいだろ。ジャハーサヒールカレッジの制服は偉大なる砂漠の魔術師がまとっていたという伝統的な赤と黒。勝手に白く脱色するとは何事だ。まったく。おお、色が変わった。この色も悪くないな。サンキュージャミル。ジャミル様ありがとうございます。だろう。まったく、お前はいつまでもボンボン気分が抜けなくて困る。いいか、アジーム家はバイパー家に一生かかっても返しきれないほどの借金があるんだ。少しでも俺の役に立つようキリキリ働け。カリノさん、ジャミルさんはどうやらあなたを NPC、 この夢に存在しているカリムさんと思い込んでるみたいだ。話を合わせて情報を引き出そう。よ、わかったぜ。ところで君たちは一体誰だ。このジャハーサヒールカレッジは一般客は立ち入り禁止だぞ。俺たちは賢者の島にある魔法師養成学校ナイトレイブンカレッジから来た。ナイトレイブンカレッジといえば伝統ある魔法師養成学校だ。そんなところの生徒がなぜここに。私たちは映画研究会に所属しているの。撮影のために絹の町を訪れたんだけど、この学園の噂は以前から聞いていたから、ぜひ内部を見学させてもらいたくて来客用受付を探していたら、つい建物の素晴らしさに目を奪われて迷い込んでしまったのよ。困っている僕たちを見かねてカリムさんが声をかけてくれたんだね。そういうことだったのか。ま、怪しそうなところはないか。身なりもみすぼらしいし、どいつもこいつも冴えない顔だ。ただの学生だろ。おい、全部聞こえてるんだぞ。あ、これは失礼。つい本音が。客人の案内ならばカリムよりも生徒会長を務めるこの俺が適任だ。まあ本当、生徒会長自らおもてなししてくださるなんて私たちラッキーね。カリムに案内させてこの学園の生徒のレベルが低いと思われてはたまらないからな。俺としても他の魔法師養成学校の話は非常に興味がある。ナイトレイブンカレッジといえば確か貴重な魔法道具である闇の鏡を有しているんじゃなかったか。その通りよ、よくご存知ね。ネッサの国は古代から魔法道具作りが盛んで、数多く魔法道具に関する伝承が残っているんだ。空飛ぶ魔法の絨毯、大蛇の杖、先読みの砂時計、そして魔法のランプ。我が校を象徴する偉人である砂漠の魔術師も様々な魔法道具を用いて大義を成したと伝わっている。絹の町を囲む砂漠にある遺跡からは今でも古代の魔法道具が発掘されることもあるんだ。そのせいかうちの生徒は魔法道具の話には目がないものが多い。俺も含めてね。うちの宝物庫にも世界中から集めた数えきれない魔法道具が収蔵されている。ぜひ君たちの学校が所蔵する魔法道具の話を聞かせてくれ。へえ、ジャミルは生徒会長やってんのか。すげえな。なぜ初めて聞いたという反応してるんだ。
お前はこの学園の生徒なんだから知ってただろ。ほら、ぼーっとしてないで、お客様がくつろげるよう準備をするんだ。やべ、俺今はジャミルの従者役なんだっけ。よし、くつろげる宴の準備だな。任せとけ。よし、くつろげる宴の準備だな。任せとけ。おい、誰か宴の準備を頼む。あれ、誰かじゃないだろ、お前が準備するんだよ。そういうことか。悪い悪い、ちょっと待っててくれよ。まずは飲み物だな。オアシスメーカー。バカ、いきなり水を出すやつがあるか。次は食い物も必要だな。ひとっ走り厨房まで行ってもらってくるぜ。ちょっと待っててくれよ。あいつ今日はどうしたの。普段から抜けているとはいえあそこまでじゃないぞ。お客様にみっともないところを見せて申し訳ない。いや、気にしなくてもいい。待たせたな、ジャミル。じゃなかった、ジャミル様。お前が好きな食い物をたくさんもらってきたぜ。見てくれ、鍋いっぱいのカレーにデーツ、それからシルキーメロンを山ほど。どこに置けばいい。うすうす嫌な予感はしていたが、敷物とテーブルより先に食事を持ってくるやつがあるか。手際が悪すぎる、なんて使えないやつだ。悪い悪い、こんなの初めてやるからさ。ジャミル様、ちょっとこのカレー鍋を持っててくれるか。監督生、グリム、デーツとメロンを預かってくれ。そんなに頭の上にたくさんメロンを乗っけるんじゃねえんだぞ。重い。さすがカリム氏、ご主人様とお客様に容赦なく荷物持ちさせるじゃん。じゃあ次は敷物をもらってくるぜ。おい待て、主人と客人を働かせる従者がどこにいる。すまない、荷物は俺が魔法で浮かせておくから君たちは手を離して構わない。お、荷物が全部浮いて楽ちんになったんだぞ。ああもうイライラする、あのうすらバカめ。まったく、父さんも母さんも人が良すぎる。あの能天気すぎる一家を雇ってやるだなんて信じられないな、俺だったら。なあ、マリウスの見せる夢って幸せな夢なんじゃねえのか。ジャミルのやつイライラしてて、あんま幸せそうには見えねえんだぞ。これはビル氏の夢と似たパターンですな。おそらくジャミルさんにとってのカリムさんはビルさんにとってのネージュさんのようにストレス源となる存在。でもカリムさんの存在は現実世界のジャミルさんの性格や能力の形成に大きく影響を及ぼしている。ジャミルの慎重な性格や巧みな魔法はカリムを護衛する前提で磨かれていたということか。なるほど、確かに僕もマレウス様をお守りするという目標がなければ今ほど魔法の鍛錬に身が入っていなかったかもしれない。そういうことだから、存在そのものをなかったことにすると大きな齟齬が出やすいんだろうね。どうだか、本当は内心ではカリムをこき使ってやりたいと思ってただけなんじゃないの。自分のことは棚にあげてジャミル氏をいじり出すの。くさ、ふざけている場合か。ジャミル先輩に一刻も早くこれが夢だと気づいてもらわねばならないというのに。ああ、バザールでも感じていたが、やはりジャミルのイマジネーション強度はさすがだ。強い衝撃を与えたくらいでは揺らぎそうもないな。どうしたものか。おい、みんな、ザハブ市場まで行って織物屋のおっちゃんにいい敷物を用意してもらってきたぜ。ちょっと待って、あの子が担いでる絨毯って見るからに高価なものじゃない。素材と柄から推察するに1枚数百万マドルはくだらない最高級品ばかりだね。ザハブ市場の織物屋だと。ふっかけられてないだろうな。大丈夫、変なものは買ってきてないから。あそこの織物屋
品物の質は確かだろ。うん、まあいいだろう。確かに絨毯の1枚や2枚で目くじらを立てることもないな。うちは町一番の大金持ちなんだから。あの店主、前に行った時と違ってすげえ怖い顔してたし、感じ悪かったぜ。ジャミル様のお使いだって言ったらコロッと笑顔になってたけど。それはそうだろう。どの店もバイパー家にはお得意様になってほしいはずだ。それより見てくれよ、これ、この絨毯、懐かしくないか。懐かしい？その絨毯が？空飛ぶ魔法の絨毯のレプリカだよ。これは魔力が込められてない、ただの絨毯だけど、昔父ちゃんやジャミルと一緒にあの織物屋に行った時、俺が魔法の絨毯だってこれを床に広げて乗っかって怒られたんだ。覚えてるか？忘れるものか。絹製のヴィンテージの絨毯にお前が泥のついた靴で乗った時の店主の顔。待て、カリムのように落ち着きがないやつを俺が高級店に連れていくわけがない。なんだこれは、急にめまいが。あ、ジャミルさんが揺らいでる。カリム、もっと言ってやるんだぞ。織物屋以外にも何度も一緒に出かけただろ。屋敷を抜け出してラクダバザールに行ってココナッツジュースを一緒に飲んだ。一緒に出かけただって？お前が勝手に抜け出して俺が慌てて追いかけたの間違いだろ。俺が従者を追う意味がわからない。そんなこと俺はしていないはずだ。抑えきれないジャミル氏のツッコミ魂が刺激されている。いいぞ、もう一押しだ。カリム、ナイトレイブンカレッジに入る少し前、二人で厄介な事件に巻き込まれたことがあったよな。危ないところでジャミルが機転を利かせてユニーク魔法で悪い奴らを仲間割れさせてくれたんだ。それで俺たちは無事に家に帰ってこられた。お前がいなかったらどうなってたことか。知らない、そんなのは。お前はいつだって最高に頼りになる親友だった。ジャミルに任せておけば全部うまくいくって信じて疑わなかった。でもそう思ってたのは俺だけで、お前はずっと嫌だったんだよな。だからスカラビア寮生や監督生たちを操って俺を実家に追い返そうとしたんだろ。ウィンターホリデーの時は参ったよ。お前に裏切られて大っ嫌いだったって言われてすげえショックだった。ウィンターホリデー、裏切り？頭が。ジャミル、俺お前が考えてることは正直まだよくわかんねえ。でもこれだけはわかるぜ、今のお前の姿は本当にお前が望んだ姿じゃない。お前が望む最高の自分ってこんなんじゃないだろ。思い出せ本当の自分を。なんだ今の光景は。知らないはずなの。知っている。俺は本当の俺は。ジャミル様。お前は俺？カリムが二人いる。あれはおそらく。ええ、闇に違いないわ。ジャミル様、いつもより早くご投稿されたと聞き慌てて追いかけてきてみれば、なんてことだ。しっかりなさってください。すぐに医者に見せましょう。えへえへえ。しまった、あっという間にジャミルさんが闇に取り囲まれた。カリム。ええ、そうです、俺が本物のカリム、あなたの忠実な従者です。ジャミル、よく見ろ、そいつは俺じゃない。あいつはあなたの命を狙う刺客、あいつの言葉に耳を貸してはいけません。さあ俺の目を見て、ここにいればあなたはずっと支配者でいられる。金も地位も自由も何もかも思うがままだ。ああ、そうだ、全てお前の言う通りだ。カリム。待
ってくれ。そいつじゃなく俺を信じてくれ。ジャミラドブネズミどもが、ジャミル様の眠りを邪魔するな。そう言われて誰が分かったと引き下がるか。行くぞ、ドリームフォームチェンジ。ジャミル、どこに行ったんだ。返事をしてくれ。きっと闇に引っ張り込まれてしまったんだ。あのドロドロの中にジャミルがいるってことだな。よし、うん、カリモのやつためらいなくドロドロに飛び込みやがった。まったくあの子は。私たちも急いで追いましょう。ああ、デザイン、スケールともにスカラビア寮の廊下と一致しているよ。なんか不気味な笑い声がするんだぞ。行ってみよう。やったぞ。ついにカリムを学園から追い出し、寮長の座を手に入れた。食料も飲み物も全部持ってこい。今日は宴だ。アホな王が消え、真の実力者が王になった記念日だからな。仰せの通りに、ご主人様。これはジャミルか。それにアズールもいる。なぜアズール先輩がスカラビアに。多分、おめえも気づいたか？アズールのやつ、ウィンターホリデーの時と違って本当にジャミルに操られてるみてえだ。妖精のほとんどが談話室に集まってる。あれ、全部闇ってことよね。人数的には圧倒的不利。どうする、イデア？有利陣形を取って奇襲がベターでしょうな。気づかれないように背後に回りつつ、タイミングを合わせて先制攻撃しよう。了解した。イデア先輩、合図は頼む。みんな行くぞ。ああ、とてもすがすがしい気分だ。これが自由か。最高だ。一番目障りだったカリムはすでにいない。そしてアズールも俺の手中に落ちた。アズールが握っている学園関係者の秘密をうまく使えば、俺の手を汚すことなく他の寮長も失脚させることができるかもしれない。そうだろ、アズール？はい、ご主人様。手始めにリドルローズハートだ。あいつは世間知らずの石頭だし、寮生たちから恨みも買っている。楽に追い出しそうだな。次にレオナ・キングスから。いつも寝てばかりで怠惰の極みのくせに、なぜ寮長に。チッ、どうせあいつも実力じゃなくコネで寮長になったんだろうよ。ふんぞり返っていられるのも今のうちだ。ビル・シェンハイト、イデア・シュラウド、マレウス・ドラコニー、他の寮長も叩けば埃が出そうな奴らばかり。学園を去る寂しげなあいつらの背中を見るのが楽しみじゃないか。なるほどね。これは策謀でカリモさんを追い出すことに成功したルートってことか。で、同じ策略で次の獲物ってマインドになってるわけだ。まずいな、思考が完全に闇に染まってしまっている。寮長たちを全員追い出した。次は学院長だ。あいつは教師の風上にも置けないクズ野郎。どんな手を使っても絶対に引きずり下ろしてやる。そして学院長も追い出したら、この学園は俺の意のまま、俺がこの学園の支配者だ。
俺がこの学園の支配者だ。ジャーミル！ガリムさんがあいつの前に飛び出しちゃった。助走をつけてからの一発、やるじゃない、カリム。な、カリム、どうしてここに。お前はこの学園を退学し病院で療養しているはず。バカ野郎。バカ、大バカだよお前。言ってたじゃないか、誰にも遠慮することなく正々堂々と実力を出したかったって。なのに汚い手を使って他人を陥れようとするなんて、全然正々堂々としてないじゃないか。お前が欲しかったのは絶対そんな方法で手に入るものじゃないだろ。今すぐ目を覚ませ、ジャミル。俺が欲しかっただと。うるさい、俺に命令するな。俺はもう誰の命令も聞かない。俺はもう自由になるんだ。なんだ今の映像は。クソ、好き勝手言いやがって。能天気なお前に俺の何がわかる。わかんねえよ、空気を読むとか察するとか。俺がすげえ苦手なのジャミルが一番わかってるだろ。開き直るな、ズーズーしい。お前のそういうところが大嫌いなんだ。言ったな、俺だってお前の裏表あるところが大嫌いだ。その裏表に気づいたのは最近だろうが、この鈍感野郎。細かいことばっか気にすんじゃねえよ、この皮肉野郎。間抜け、痛み、うすらバカ、わからずや。なんだこれは。まるで子供の喧嘩だ。寮生やアズール先輩すらも闇なのに呆然としているじゃないか。だがこれは好機、カリム先輩に加勢するなら今だ。行くぞシルバー。いい、セベク大丈夫だ。なんだこれ。気が済むまでやらせてやろう。気持ちのこもった拳は時に言葉よりも強く相手に響く。俺もそうだった。本気でやりやがったな。頭がクラクラしてきたぜ。ならいい加減降参したらどうだ。それでさっさと実家に帰れ。やなこった、ジャミルこそ息が上がってるぞ。ああ、こんな状況で何を笑っている。なあジャミル、17年一緒にいて初めてだな、こんな風にお前と喧嘩するのは。はあ、当たり前だろうが。現実でお前をボコボコにしたら大問題。あ、えっ、今あ、あ、頭が。現実で何を言っているんだ俺は。そうだ、これは全部夢なんだよ。頼む、思い出してくれジャミル、本当のお前を。そうだ、俺はあの日お前を。あっ。
そうだった。俺はあの日お前を追い出すことに失敗した。あんなに悔しかった失敗をなんで忘れていられたんだろう。やったぜ、ジャミルが目を覚ました。あれだけ何発も食らえば目も覚める。いいパンチだったな。初めての取っ組み合いは俺の勝ちってことだな。はあ、不可抗力で中断されただけで俺は負けてはいないんだ。なあ、お前負けた後に本気出せてなかったってのはずるいだろ。現実に戻ったら決着つけようぜ。あの不毛な取っ組み合いのか。絶対にごめんだね。自信？なんだ、あちこちにでかい亀裂が。まずい、夢の崩壊が始まった。どういうことだ。ジャミルさんの夢にカリムさんが存在していることで、この夢のジャミルさんは幸せな結末が迎えられなくなったんだ。あのまま突き進んでもジャミルがハッピーエンドを迎えられたとは思えないけどね。そこに突っ込んでる場合じゃないから。この夢はすぐ深淵に飲み込まれる。急いで離脱して。みんな俺のそばに集まってくれ。行こうジャミル。おお、やばい、床が崩れて。危ない、カリム。ジャミル、そんな、俺をかばって。くそ、なんだこれは。体がどんどん引っ張り込まれる。俺の手を離すなよジャミル。絶対引っ張り上げてやるからな。やめろ、離せ。お前まで崩落に巻き込まれる。あんたたち、早くこっち。俺に構うな、カリム。さっさと行け。やだ、ジャミルだけ残していくなんて。たまには素直に俺の言うことを聞け、こんなバカ。あっ、うまっ、ジャミルのやつ、思いっきりカリムを殴りやがった。てか、ジャミル。ここはどこだ。暗くて何も見えない。明かりを。うめき声。そこにいるのは誰だ。チキシマ、チキシマ、なんで俺ばっかり。あいつさえ、カリムさえいなければ、俺はもっと優秀で強く自由でいられるのに。俺を見てくれ、俺はもっとやれる。あいつさえいなければ、もっと。あれは俺、なんて情けない姿だ。情けない。俺がこうなったのは俺のせいじゃない。環境のせいだ、親のせいだ、カリムのせいだ。そうだな、俺がバイパー家に生まれなければまた違った人生だっただろう。ああ、そうだろう。さすがは俺だ。分かっているじゃないか。俺以外は全員愚鈍だ。俺は違う。ずっとそんなことばかり考えてた。それなのにことを焦って、失敗して、爆発して、ざまあない。おい、理性的なふりをするのはやめろよ。俺が狭くて息苦しい場所に閉じ込められてるのはあいつのせいだ。お前だって本心ではそう思ってるんだろ。俺だって、俺だって本気が出せればな。お前さっきからそればかりだ。その狭い視野こそがお前の自由を奪ってる。気づかないのか。だが、そうか、これが俺か。そうだ、俺はお前で、お前は俺だ。何？俺の姿が煙のように膨らんで、あれはランプの魔人？俺たちはランプの魔人のように暗くて狭い場所に閉じ込められて、
こき使われる運命、いつか誰かが自由にしてくれることを夢見ながら一生な。自分の願いを他人に託すなんて、俺はごめんだね。現状を嘆いて自分を憐れむのはもうやめた。自分の野心や欲望から目をそらすのもな。俺はこんなところでうずくまってる暇はないんだよ。さあ道を開けろ。さあランプの魔人よ、俺の願いの糧となるがいい。やめろやめろ。俺は狭いランプの中で一生を終えるつもりはない。恨み事ばかりの惨めな自分にはおさらばだ。今に見ていろ、俺は必ず願いを叶える。3つだけなんてケチくさいことは言わずに10個でも100個でもな。ああ。ジャミル様、ジャミル様、しっかりなさってください。ここは気がついたんですね。ああ、よかった。俺は気を失っていたのか。はい、投稿のパレードで象から転落して目を覚ましてくれてよかった。ご気分はどうですか。大丈夫だ、心配をかけたな。それよりなんだか腹が減った。食欲があるならもう心配はいりませんね。昼毛の準備はすでにできています。さあどうぞこちらへ。ありがとう、カリム。お前は俺の自慢の従者だよ。そんな、すべては旦那様とジャミル様のおかげです。これからも一生おそばにお仕えいたします、ジャミル様。ああ、お前が俺を見つめるそのまっすぐな瞳、その曇りない眼を見ていると虫図が走るんだよ、このペテン師が。ジャミル様、礼儀正しく謙虚なカリムだとは夢にしたってありえない。そんな俺の態度がお気に触ったならすぐ改めます。ですからどうかお許しを。なんなんだその猿芝居は。気色が悪い、鳥肌が立つ。こんな馬鹿げた夢もうおしまいだ。瞳に映るはお前の主、尋ねれば答えよ、命じれば神戸を垂れよ、スネークウィスパー。何なりとご命令を、ご主人様。俺の前から失せろ、そして二度と帰るな。はい、ご主人様の仰せのままに。命じるか命じられるか、立場の変化に意味はない。全てを決めるのは俺自身だ。それに誰かに与えてもらう自由とパワーなんて興味ないね。どれだけ時間がかかろうが、欲しいものは自分の力で奪い取ってみせる。なんだ、今一瞬あたりの景色にノイズが入ったような。レースシグナルトラッキング成功、指定された座標へ到着しました。ジャーミルー、おわっとって、なんだよ、あからさまに避けなくってもいいだろ。
読めるんだよ、お前の行動くらい。そう何度もタックルされてたまるか。よく戻ったな、ジャミル。お前ならきっと闇を断ち切れると信じていた。どうやら俺は君たちに大きな借りができたようだ。ところでリリア先輩の送別会にマレウス先輩が乗り込んできたあたりからの記憶が全くないんだが、誰か現状を説明してくれないか。それは僕たちに任せて。とりあえずこの動画を見てくれる？うん、大体の事情は飲み込めたよ。正直ここにいるみんなのことも俺が作り出した幻覚ではないかと疑っていたんだが、イデア先輩の考えたチートツール作戦は俺には考えが及ばない内容だった。それすらもマレウス先輩が幻覚で作り出したものという可能性もあるが、わざわざ俺に提案する意味がない。つまり少なくともみんなは俺やマレウス先輩が作り出した幻覚ではないということでいいだろう。大前提から疑ってたんだ。疑いたくもなりますよ。常識、記憶、俺を取り巻く世界の何もかもが作り変えられていたんですから。なあジャミル、お前も当然この作戦に参加するよな。ああ、賢者の島に閉じ込められたまま10,000年なんてシャレにならないからな。ずっと同じポーズで寝てたら首がガッチガチになっちまいそうだ。書かなくていい恥も書かされた。それに何より誰かがどうにかしてくれるのをただ待つのは性に合わない。そうと決まればこれをどうぞ。これは動画に登場していた招待コードか。そうだよ、それはジャミルさん専用だからなくさずに持っててね。招待状確かに受け取った。失礼なきように身なりを整えてプリンスに謁見する日を楽しみにしておくよ。それじゃ次は誰を起こしに行く？ちょっと待ってちょうだい。私はここで離脱させてもらうわ。何？どうしてだ？大人数で移動するとバグが発生しかねないんでしょ？何よりこれ以上夢を渡ることに耐えられる気がしない。今回も移動直後はグロッキーになってみんなの足を引っ張ってしまった。幸運にも今回は休息を取れたけど次もそうとは限らない。夢渡り酔いか。確かにそういう症状が強く出る人がいてもおかしくはないよね。ああ、ここは夢の中ではあるが、俺たちは走れば息が切る、殴られれば痛いということを知っている。体調不良や疲労などのダメージ蓄積も考慮に入れて旅を進める方がいいだろう。いざラスボス戦って時にパーティーメンバーの大半が HP も MP も枯渇してたんじゃシャレになりませんからな。シルバー氏とセデク氏、それから監督生氏とグリム氏をレギュラーメンバーとして、サポートメンバーはリレー方式で交代していくのがベターかもしれない。うん、レースの構成バランスの乱れをダメージ蓄積として計上し一定値を上回った人は自分の夢に戻って休養を取った方が良さそうだ。その基準で言えばカリム・アルアジームさん、あなたのレースの構成バランスにもかなりの乱れが観測されてるよ。え、俺どこも調子悪くないぜ。ジャミルと取っ組み合いしてボコボコになったからじゃねえのか。確かによく見ればアザやタンコブがあちこちにできているぞ、カリム先輩。本当か？どれどれ？よっ！ちょっと触っただけなのにめっちゃ痛え。アドレナリンがドバドバでダメージに気づいてなかったパターンですね。ほら、氷嚢だ。よく冷やして安静にしておけ。サンキュージャミル。くそ、お前はピンピンしてるのがなんか腹立つぜ。悔しかったら次までに攻撃に体重を乗せる方法を習得しておくんだな。次かその言葉忘れんなよジャミル。ではカリムに代わって次の夢には俺が同行しよう。誰の夢に渡るつもりなんだ？内緒。渡ってみてのお楽しみだよ。さてそれじゃあ移動の前にジャミル・バイパーさんのダミーデータを出力してっと。データとはいえ
自分のコピーがこうも簡単に作られると複雑な気分だな。こいつ俺の姿で変な行動しないだろうな。大丈夫、彼はこの夢のジャミルさんの設定に忠実に、ナリキンっぽくて偉そうな行動しかしないはずだよ。考えるだけで嫌すぎる。それを見る前にさっさと出発しよう。わかった。ではこれより夢を渡る。みんな俺の腕につかまってくれ。それじゃみんな、私たちはここでお別れだけど、美しさもパワーも最高の状態に仕上げてパーティー会場へ向かうわ。楽しみにしていてちょうだい。一緒に行けないのは残念だけど、ジャミルがいるなら何にも心配いらないな。あとは任せたぜ。みんな、いつか会った人に、いずれ会う人に、ミートインアドリーム。